共同幻想とは、複数の人間の中で共有される、幻想のこと。日本の思想家である、吉本隆明が用いたことで有名となった言葉である。ただ吉本は、自分の共同幻想とは、マルクスの用語である、上部構造と同じ意味であり、ただ手垢がついているから使いたくなかったと述べている。吉本隆明は、著書、 共同幻想論で人間関係は3種類に分類されると提唱した。自己幻想、体幻想、共同幻想この分類は効果的であり、世界を正しく見る上でこの3つの幻想領域を混乱、混同させようとしないことが大事であると吉本は主張する。これらはそれぞれ独自の法則で動くものである。例えば、吉本は心理学者のジークムントフロイトは、 リビドーという対現象性を社会領域まで無条件に拡大して採用しようとしたところに誤りがあるとみて批判している。また、一人の人間もこれらの領域でそれぞれ違う顔を持っている。例えば、内集団にいる顔と家庭にいる顔、そして一人でいる時の顔や行動はそれぞれ違う場合が主である。外弁慶、内弁慶という言葉があるように、 冷酷な独裁者や軍人が家庭内では優しいよき父親である場合があったり、逆に職場内では物静かな人物が家庭内では暴力的な暴君として振る舞うなどということは十分あり得ることなのである。吉本高明は共同幻想の世界では個人が幽霊としてしか存在できなくなると主張する。例えば今は企業の危機だから、 軍骨再新働けとの企業幹部の劇は、労働力を売りに来ているに過ぎない個人としての、労働者の立場と矛盾する。岸田衆は吉本から、共同幻想の考え方を引き継いで、物草精神分析を表し、ただ幻論を提唱した。岸田のただ幻論において、幻想は、私的幻想と共同幻想に対別され、大幻想の考えは共同幻想に含まれることになる。 吉本は自分の幻想論はドイツの思想家であるカール・マルクスの初期の自然哲学の疎外論に多大な影響を受けたと主張している。吉本は有機体を原生的疎外と呼び、生命そのものが自然ものからの疎外であり、微小ながら幻想性を有していると考えている。自然からの疎外そのものが幻想性なのである。ちなみに疎外とは、 そこから派生はするが還元されないという意味である。肉体がないと意識は生まれないが、意識は肉体には還元されない。意識は肉体から相対的に独立して存在するのである。体を引き裂いて一度死んだ人間をまた方合しても生き返らないのと同じである。生命は機械とは違うのである。意識と肉体は炎とろうそくの関係に似ている。ろうそくが存在しないと、 炎は生まれないが、炎という燃焼現象はろうそくには還元されない。よって、いくらろうそくを調べたところで、炎という燃焼現象の本質は理解されない。炎は、ろうそくから阻害された現象なのである。また、ここで言う阻害とは、単純に自然哲学の概念であり、マイナスイメージは含んでいない。だから、やがて阻害を弁証法的に統一すべきであるという、 ニュアンスもない。ただ、意識と物質の関係を説明するための概念である。吉本は、意識、物質どちらかにすべてを還元しようとする、唯心論、唯物論を拒否し、阻害という概念を使って、それを乗り越えようとした、心身二元論者である。阻害の概念を用いて、各幻想を定義したら、となる。吉本にとって、高度な経済力や科学力を持っていた、 近代国家である戦前の大日本帝国が安すと天皇制という宗教性の強い古代中世的な政治体制やイデオロギーに支配されてしまったことは大きな難問だった。吉本は宗教法国家はその本質の内部において社会の生産様式の発展史とは関係がないと主張し政治体制は 経済体制に規定されるとするロシアマルクス主義を批判する。上部構造は、下部構造から阻害されたものであり、人体を解剖しても、その人の性格や思想がわからないように、いくら経済体制を分析しても、共同幻想は理解できないのである。共同幻想を分析するときは、共同幻想そのものを分析するべきであるとして、独自の上部構造論である共同幻想論を、 展開する。吉本は共同幻想は自己幻想に必ず逆立すると主張する。個人を守るための共同体が個人を束縛し弾劾するのである。個人に対する社会的ルールの強制などがそれである。逆立性が極限まで高まると国家が戦争などで個人に死を強制し、それを殉教である、英霊であると賛美するなどという状況も起こる。 逆立とは、吉本の造語であるが、吉本はこれに対して、明確な定義を行っていない。文脈によって、対立や抑圧という意味合いであったり、単純に質的な差異があるという意味であったり、よそよそしいとか冷淡、欠如、虚偽というような意味合いもあり、多義的である。逆立が成立する過程で、共同幻想と自己幻想の関係性には、段階的な変化もあるらしい。 吉本は常に共同幻想は自己幻想に勝利すると主張している。個人がいくら努力しても変えられない巨大なマクロ的な力が存在するというある種の定観と解釈できるかもしれない。太平洋戦争に敗北し革命にも挫折した吉本の個人的体験が大きく影響しているかもしれない。どんな野心的な独裁者であれ、どんな優秀な革命家であれ、 世界を意のままに操ることまでは不可能なのである。吉本にとっては自己幻想が共同幻想を完全にコントロールするという発想そのものがそもそもカテゴリー錯誤なのである。これらはそれぞれ別々の運動法則で動いているのだから。逆にどれだけ共同幻想が共生させても自己幻想を完全にコントロールできる力は存在しないのである。 個人の心の中には自然法則も超越する絶対的自由がある。他人に話せば妄想と笑うかもしれないが詩や芸術がそうである。ありがとうございます。